ルカドリーは1950年制作ジャック・リベット監督ジャン・リュック・ゴダール主演による40分の中編映画である。本作は後にヌーベルバーグと呼ばれることになるパリの二人の学生が作った小さな映画である。当時22歳のリベットにとっては2作目の監督作であり、同じく19歳のゴダールにとっては初めての主演作品であった。 制作費はゴダールが全額出資し、その財源は、東壁のあるゴダールが、自らのおじから盗んだものである。ゴダールと共演している女優アンヌ・マリー・カザリスは、前年1949年に、ジャック・バラティエが発表した18分の短編ドキュメンタリー映画、無秩序に出演しており、その後、ルネクレ・マイ監督のガラスの城に、早くで出演し、 1950年12月16日に、フランスで公開されている。カザリスは1988年7月30日、パリで死去した。本作の時点では、コダールはまだ映画を監督しておらず、モーリス・シェレールが主催する、シネクラブ・デュ・カルティエ・ラタンに毎週木曜日に通い、同年5月からは、シェレールが映画雑誌、ラ・ガゼット・デュ・シネマ氏を創刊したので、 同志にハンス・リューカスの投げ批評を書いていた学生であった。ゴダールの自作を含めた映画出演は100本近いが、実製作への最初の第一歩も監督としてではなく俳優としてであった。本作は長年フィルムの所在が不明であったが、2016年にリベットが亡くなった直後に夫人が自宅アパートから見つけ出した。ありがとうございます。